全身をめぐる血液。私たちは血液から体の健康状態についてさまざまな情報を得ることができます。骨も例外ではありません。血液には骨の情報も含まれており、最近その重要性が見直されるようになりました。では骨の情報とは何でしょうか。まず骨を観察しましょう。生きている骨の切片です。周囲を活発に動き回る細胞はリモデリング、すなわち骨の生まれ変わりを担う細胞です。これは骨芽細胞。核が一つの小型の細胞で骨形成を担当します。そして破骨細胞、たくさんの核を持った大型の細胞です。骨の破壊、骨吸収が役割です。骨のリモデリングはまず破骨細胞が古い骨を削り取ることから始まります。これをアニメーションにしてみます。破骨細胞は骨の表面に密着すると水素イオンを出して酸性の環境を作ります。酸によって骨の表面からカルシウムが溶け出し、それにつれて骨の基質、コラーゲン繊維が露出してきます。ここで破骨細胞はコラーゲンを分解する酵素を分泌します。カテプシン K などの酵素がハサミのように働いてコラーゲンを細かく分解します。骨吸収の過程では必ずこのようなコラーゲン分解物、DPD、NTX、1CTP などが出てきます。これを骨吸収マーカーと呼びます。これらは血液によって運び出され、やがて尿とともに排泄されます。一方、骨芽細胞は破骨細胞が骨を吸収した後に現れます。そこで骨形成に必要な物質を分泌し始めます。中でも重要なのがコラーゲンです。コラーゲンはまずプロコラーゲンという形で細胞の外に出てから両端を酵素によって切り取られて初めてコラーゲン分子になり、それがつながってコラーゲン繊維になります。これは骨芽細胞の電子顕微鏡像です。細胞の周囲に多数の細かい繊維のように見えるのがコラーゲンです。この電子顕微鏡像では細胞の輪郭に沿った色の濃いところを赤で示しましたが、これは骨型アルカリフォスファターゼという酵素です。骨形成が活発に行われるとき細胞膜に沿って観察されます。コラーゲン繊維が形成されると次に骨芽細胞はオステオカルシンなどを分泌します。これらはコラーゲンにカルシウムを貼り付けるのりの役目をします。血液によって運ばれてきたカルシウムが次々に貼り付いて石灰化し、硬い骨ができていきます。
こうして骨芽細胞は自分の周りに骨を作っていきますが、中には骨を作るにつれて骨の中に渦まっていくものもあります。この細胞は骨細胞と呼ばれ、隣り合う細胞と細胞突起で結ばれながら骨の維持や全身のカルシウム量の調節に働くようになります。ところで骨形成においても必要な物質が使われた後には必ず不要なものが生じます。先に見たプロコラーゲンの断片 P1NP と P1CP、 役目を終えた骨型アルカリフォスファターゼ、オステオカルシンなどの骨の基質タンパクです。これらも皆血管に入って骨形成マーカーとなります。骨形成マーカーと骨吸収マーカーは合わせて骨代謝マーカーと呼ばれます。それらの量を測定することで骨の状態を知ることができます。これは骨の断面。内側の界面骨は骨の強さを支える重要な構造で、この密度が高ければ骨は強くしなやかですが、反対に密度が低くまばらになると骨はもろく折れやすくなります。強い骨を維持するためには破骨細胞と骨芽細胞が協力しなくてはなりません。例えば破骨細胞が骨を吸収した後から骨芽細胞が必要な骨を作るというように、両者はバランスをとって働くことが必要です。ところがこのバランスが崩れることがあります。若い人々ではストレスや無理なダイエットで、そして年齢が進めばカルシウムの不足やホルモンなどが原因になってバランスが崩れ、骨形成よりも骨吸収が上回るようになると骨は弱く脆くなります。こうして骨折の危険性が高くなった状態が骨粗しょう症です。これはレントゲンで見た症例で、脊椎が折れ曲がっています。これに比べて健康な脊椎は形が良く骨密度も高いことがわかります。骨密度は誰でも更年期以後次第に低くなりますが、これが骨粗しょう症まで進まないうちに防がなくてはなりません。寝たきりの主な原因の一つも骨粗しょう症です。骨粗しょう症を防ぎ骨の健康を守るための研究は長い間続けられました。この研究所はミルクの中に骨にとって役に立つ成分があるのではないかと注目していました。ミルクには乳清という透明な液体が含まれていますが、さらにその中の微量なタンパク質に骨を丈夫にする作用のあることが分かってきたのです。そして発見されたのがミルクベーシックプロテイン MBP でした。 MBP は私たちの体に入ると骨の細胞に作用します。これは骨芽細胞です。観察は1時間の減少を1秒に短縮してみる撮影方法によっています。細胞培養液には MBP が加えてあり、骨芽細胞は活発に分裂増殖を繰り返します。 MBP を加えない場合と比較しましょう。MBP は明らかに細胞の増殖を盛んにしています。
結果として細胞数は増加しました。また細胞数の増加だけでなく、 MBP は個々の細胞のコラーゲン産生を活性化することも確かめられました。コラーゲン量の増加は骨形成の増加に他なりません。次に破骨細胞を見ます。ここでも1時間の減少を1秒で見ています。破骨細胞はよく細胞膜を動かして運動性の強い細胞に見えます。これに MBP を作用させます。今細胞培養液に MBP を加えました。触手を伸ばすように動いていた細胞膜が縮んでいきます。細胞の形全体が小さくなっていくようです。もう一度 MBP を加えない破骨細胞と加えた破骨細胞を比較してみましょう。 MBP は破骨細胞の形を縮め運動性を弱めると見られます。破骨細胞を骨片状で培養した実験では、細胞を取り除いたところに骨吸収の跡ピットが残ります。活発な破骨細胞はいくつも深いピットを作りました。次に MBP を作用させた場合を見ましょう。こちらは明らかに骨吸収の弱いことがわかります。 MBP は破骨細胞に対しては活性を抑えるように作用しているのです。ピットの数を測定したグラフです。作用させた MBP の濃度が高いほどピットも少なくなっています。では細胞の実験で効果を示した MBP は私たちの骨に本当に効果があるのでしょうか。ボランティアに MBP を飲んでもらって試験をしました。20歳から50歳代までの女性33人を2つのグループに分け、一方に MBP を飲んでもらい骨吸収マーカーを測定しました。 MBP を飲んだグループは飲まないグループに比べて3ヶ月後、6ヶ月後とも骨吸収は減少し、骨の破壊が抑えられています。こうした骨吸収マーカーの変動はそのまま骨密度の変化となって現れました。同じ女性ボランティアのグループについて腕の骨の骨密度を計測しました。 MBP のグループは明らかに骨密度が高くなっています。試験開始時から6ヶ月後の骨密度の変化を見たグラフです。 MBP を飲んだグループは骨密度が増加して丈夫な骨ができたことがわかります。そして MBP は6ヶ月間飲んでも健康状態に悪い影響は何も現れませんでした。 MBP の引用試験は男性でも行われました。20歳から50歳代の男性30人を対象に6ヶ月間 MBP を取った場合の骨代謝マーカーを調べます。ほとんどの人で骨形成マーカーは上昇しました。それとは反対に骨吸収マーカーは下がりました。左右のグラフを合わせて考えれば、MBP によって骨芽細胞が活発になり、破骨細胞の働きが抑制されたことは明らかです。
けれども、破骨細胞と骨芽細胞の働きはバランスが取れていなくてはなりません。そこで、バランスの面からグラフを見直します。これは MVP を取る前、30人それぞれの骨吸収マーカーと骨形成マーカーの数字を見たものです。そして MVP を取った後、数字はここに移動しました。骨吸収は下がって骨形成は上昇しています。MVP の数字はこの直線に沿う形に集まりました。直線は骨吸収にも骨形成にも偏らないリモデリング、すなわちバランスの取れた骨の生まれ変わりを示しています。ミルクの中から発見された新しい成分 MVP は腸から吸収されると血液の流れに乗って骨の細胞に送られます。MVP の力を受けた細胞たちの営みが骨を丈夫にして骨の健康を作っていくのです。